はい、どうもこんにちは。 J1 J2 も開幕し、いよいよ J3 リーグも開幕が近づいてまいりました。トレーニングマッチでは勝ちのない長野ですが、そこはトレーニングマッチと割り切って開幕はスタートダッシュを決めてくれることを祈りながら、21シーズンの戦力を改めて見ていきたいと思います。それでは見ていきましょうか。まずゴールキーパーです。ゴールキーパーは全員が新加入となったことで、誰がゴールを主に守るのかが注目です。個人的には大卒ルーキーの八田貝選手に期待しています。もともとシュートストップが得意とのことなので、守備意識の高い長野の最後の砦としてゴールを守ってほしいと思います。続いてディフェンダーです。まずセンターバックは広瀬選手、吉岡選手、秋山選手、大桃選手になると思いますが、広瀬選手はもちろん昨年は浦上選手が多く出場していたためにそこまで出番のなかった吉岡選手ですが、昨年も高い安定性で守備を支えていたので今年は躍進に期待しています。新加入の秋山選手もトレーニングマッチでは得点も記録しているようなので、高いフィード能力とともに高さという面でも注目です。サイドバックですが、水谷選手、吉村選手、内田選手、川田選手です。水谷選手はミッドフィルダー登録になっていますが、昨年は1列前でプレーしたこともあって、で今年は山本選手が加入したことによってそのパターンもあるように思います。昨年は機動力を生かしてピッチのどこにでも顔を出し、ピンチを防いでチャンスを作って大活躍だった水谷選手は今年ももちろん注目ですね。また昨年途中で大宮に戻ってしまった川田選手が完全移籍で加入してくれたのはサイドバックに厚みが出て良かったことだと思います。川田選手はインスタでライブなんかもやっていて面白いので、ぜひチェックしてみてください。続いてミッドフィルダーです。注目はやはり宮坂選手です。上位カテゴリーでもまだまだやれる実力だと思いますし、なんといってもフリーキックに注目です。セットプレーでの得点率アップに期待しています。またサヌキから加入の森川選手や、機動力で長野にフィットしそうな山口選手、昨年のチーム得点王の三田選手、将来が有望視される隅永選手、ロングスローや積極的な仕掛けの藤森選手、昨年得点記録した牧野選手、カメラ選手と楽しみなメンバーが揃っていますよね。また昨年出場のなかった小西選手も今年は負傷中ですが、ユース出身の選手として出場に期待しています。そして東選手、長野10番として昨年同様全員を落ち着かせる、背中で見せるプレーでチームを牽引してほしいですし、もちろん得点もみんな期待してますよね。最後にフォワードです。注目は金戸選手。昨年は超人フォワードといえば吉田選手でした。吉田選手はポストの役目でしたが、金戸選手もまあポストプレーはすると思いますが、自分で得点を決めに行くという選手ですので、また違った展開になるのではないかなというふうに思います。またゴール意識の強い佐野選手は今年は2桁得点ぜひ目指してほしいです。フィジカルでゴリゴリいけそうな高久保選手もどんなプレーを見せてくれるのか楽しみです。高木選手はポジションではウィングの位置になるのかなとは思いますが、高い技術力と機動力、あとスピードを生かして相手のチームを脅かす存在になってくれると思います。武田選手も過去は怪我の影響で思うようなプレーができなかったと思うんですが、長野で爆発してくれるのではないかと期待しています。以上見てきましたが、こうやって改めて見ていくとどうしても期待してしまいます。チーム PV でも選手たちは昇格どころか優勝を目標に掲げています。それに今年は降格チームがない分チャンスなんですよね。ただそれは他のチームも全チームが思っていることです。だからこそ後押しができるように21シーズンも応援していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。それではまた次回。